ファミザップ的クラウド TV というわけでね、前回引き続き、はい、上位プレイヤーのね、クラロワ TV っていうリプレイをボンクラさんが選んで解説しちゃおうってやつですね。そうですね、はい、でじゃあ早速いっちゃうけど、今回のこのデッキの見どころ的なものは、見どころっていうのは、まあ、お互いに、うん、まあ、今回大幅に修正されて採用率が上がったロイヤルジャイアントを採用しているという、うん、そうね。あとはまあもう片方の方が新カードのファイアースピリットというカードをうまく使って、ね、青の人っていうか、ロイヤルジャイアントとジャイアント両方入れてるとあんま見ない気がする、ね、そうなんですよね、うん、そこら辺もね合わせてみていただきたい。一方で赤い人さ、コスト高すぎるね。ロイヤルジャイアントに巨大スケルトンに家だぜ。あのね、家とロイヤルジャイアントって結構強いんですよ。家から出てきたまあユニットとまあロイヤルジャイアント合わせるみたいな、うん、まあ、とりあえずじゃあ見て、まあ、早速見てみましょうか。はい、はい、どうぞお願いします。どうなることやな。僕らもね、普段からロイヤルジャイアント結構使ってると思うんですけど、ね、手札はいきなり、ね、どう動くんだよっていう手前の人も、で赤い人はいきなりもうロイジャイを出す構え、うん、これ、ね、出す。でこう向かい側の人はね、もう受けられるもんがないので、いきなりだって家だもんね。そうなんです。でさらにこれバーバリアでファイアボールを打ち込んで、これだってさ、もう一玉めっちゃ削られてるぞ。でこのね、ゴブリもうまいこと刺さってますし、めっちゃ削られてるよ。このあー、バレて。そうなんです。やっぱり今の環境って初手で割と軽いユニットがないとロイヤルジャイアントの奇襲。でもアイスミドル出さなかったよね、最初ね。下の人俺だったら出しちゃうから、アイスミドルしかなかったから出せたから。ただここからあとは家を出しながら反撃の機会を狙っていく感じなのかな。まあとりあえず1個取り返すな。他の人って確かにコストがそもそも高いから、もう1個伏せてもいいから後で取り返そうっていうデッキなんだよね、もう完全にね。多分真ん中のね、そして真ん中に真ん中いきなりこのね、キングタワーを取りに行く。そう、これができるのがロイヤルジャイアントの強いね。タワー1個開けるとすごい中から出せるんですよね。こういった瞬間にね、攻撃できる。だいぶ削ったもんね、今ね。来たけど、キョスケがね、ここのキョスケがいい仕事するんですよ。なるほど。向こうの人はちょっと止め、今コストがないんだね、あれね。あ、止められないんですよね、あの、もう到達しちゃった。到達しちゃったら、これでいい仕事ですよ、完全にね。あの、ベビードラゴンの鍵を取りつつ、まあ、爆弾で爆弾の威力半端ねえな。そうなんですよ。で、こっからですね、うん、まあ、家から出てきたり。そうね、ちょっと数多いからね。アーグリアン出してるの結構やるんだけど、あいつらもどんどん行っちゃってまたね、やられちゃうんだよ、ね、あれ、このファイアースピリットがね、やっぱバーバリアンの後ろのファイアースピリットが結構印象的ですね。今、今朝開いちゃいましたけど、アルフィンザードとやるからなかなか厳しい。そして気をつけ、先週帰ってくる。この人なんで受けるのかなって、今受けずそうもないユニットばっかだけど、これじゃ受けられないよね。ですね。っていうか、キョスケの攻撃がね、キョスケの動きが止まらない。キョスケも爆弾でも確実に壊れるし、爆弾いく。で、1対1 1対1ですね。で、耐久的にもね、トントンで、トントンだね。しかもハイボールかすで、結構また出すけど、ゴブリンの家に行っちゃう。はい、で歩いていきながら、はい、真ん中に置いてるロイジャイが結構入るんですよね。で、またキョスケがどんどん進入してくる。はい、キョスケ受けられないよね、上の人。キョスケが受けられない。バーバリアン、後ろの人高いのかな。っていうかね、意外とみんなね、キョスケ対策してないんですよね。あんまり採用されてない。来ないからね、はい、ただ向こう逆に今度はロイジャイ出してきて、はい、弾を狙う、一気叩きかけると、うん、爆弾と、しかも下めちゃめちゃいいです、弾って。そうなんです、家のデッキ特有の1800枚だったよ、はい、で、毒でご利用する、うん、俺だってこの大量の数受け切れるって思っちゃうよ、これね。あ、でも家3個で3個4つかで、逆にカウンターでロイジャイが入れる。で、これがどうなるかって感じなんですけど、もうここでどっちにユニット足すかって感じで、うん、今、巨大スケルトンをバーバリアンにタゲを移して、まあ、ダメージをかまして、その間にロイヤルジャイアントがどうなるかっていうことが最後の戦いですね。爆発して最後ね、ロイヤルジャイアントが決まると。まあ、紙一重の戦いだったんですが、だったんですか。やっぱりね、ロイヤルジャイアントを、まあ、全くこちらの手前の方が
な、受けらしなかった、受けらんないからな、あのデッキではな、はい、まあ、ロイヤルジャイアントはなかなか、ね、対策をしておかないと厳しい、突破力があると、はい、うん、はい、じゃあ今回はそんな感じで、はい、ロイヤルジャイアントうまく使うと半端ねえと、そうですね、うん、はい、はい、というわけで今回はこの辺で終わっちゃいましょう、はい、ではまたよろしくお願いします。